はい、聖一年です。今回はですね、青森コンテスト2020っていうのをね、最高金賞っていうのが発表されたので、それについてね、まあ、うちなんちの目線でね、まあ、うちなんちの人たちはこの飲むのとかね、あとまあ、知らないお酒も実際あったんでね、まあ、解説だったりとか、まあ、日常で飲むものとかおすすめとか紹介していければなと思います。はい。で、これね、青森新聞っていうところがね、毎年やってるんですけど、まあ、どんなやってやるかっていうとね、1年間かけてやるらしいんですけどね、ちっちゃいね、コップにね、13度に全部均等にやって、水で割ってね。で、まあ、大体同じぐらいの価格帯のものを、試飲してもらって。で、これ何が美味しいですかっていうのをね、予選からちゃんとやっていって、最後にね、この12銘柄っていうのを選んで、それを最高金賞しましょうねってことで、1675人の人たちがね、試飲したっていうことでね、選んだ美味しい最高金賞の青森っていうのをね、発表してます。はい。で、早速ね、見ていきたいんですけど、まあ、一番ね、この右手の方になる、右上ですね。琉球王朝ですね。はい。これはもう有名ですよね。僕なんかも内地から来て友達にお土産屋さんとかでね、空水屋ってあるじゃないですか、国際通りとかのね、ああいう青森専門のお酒を置いてて、お土産とかに渡すためにね、買うところなんですけど、そこでね、聞いたりとかしてもね、飲みやすいのどれですか、美味しいのどれですかって聞くとね、まあ大体琉球王朝出てきますよ。うん。すごい美味しくて、で、まあ、タラ川っていうね、宮古島の酒造会社さんがやってるお酒です。はい。これはもう有名ですね。好きな人も多いんじゃないですか、琉球王朝っていうお酒ね。これ、ぜひね、飲んでみてほしいなと。はい。で、次がね、ザンパーですね。ザンパの、これも2年連続受賞して、ザンパの25度ですね。これ東蔵さんが作ってるところです。読谷にあるね、酒造会社さんなんですけど、これはもうすごい有名です。もうこれはうちなんちも飲みますね。はい。ではまあ、ザンシロって呼ばれててね、ボトルが白いじゃないですか。だからザンシロって呼ばれてるんですけど、これ25度でね、うちなんちの中でもまあ、ちょっと沖縄の方言で、まあ、島って言うんですけど、青森をね、島あんま飲めないなっていう人とか、女の人とかね、そういう人だったら、まあ、残白飲んだらっていう感じでね、勧められるぐらい飲みやすくて、まあ、美味しいお酒ってことでね、結構ね、これは、有名です。うちなんちにもゆかりがある。まあ、身近な お酒ですね。で、まあ、またね、弟とかお母なんかの時っていうのは、まあ、大体ね、青森ってあんまり、まあ、正直ね、あんま美味しくなかったらしいんですよ。うん、まあ、弟子臭いしね、まあ、なんかもう、すごく臭くて飲みにくいっていうお酒だったらしいんですけど、まあその時っていうのは大体洋酒、ウイスキーとかね、やっぱアメリカ軍がね、いっぱいあったんで、洋酒ね、が流行ってたみたいなんですけど、その時にね、この、まあ、ザンシロが出て、すごい飲みやすくて美味しいお酒ってことでね、すごい人気になったっていうのをね、僕も聞いたことあります。親とかね、親世代の人たちから。で、それがね、僕なんかの時もそうですけど、ザンシロデージュ飲みやすいってことでね、みんな飲むお酒ですね。まあ本当に、チランチの中でもね、すごい、まあ人気の、ね、飲みやすいお酒っていう感じですね。でね、昔まではね、見たことないですかね、うちランチと飲んだ時、こんなやってね、ボトル振ったりとかする人いませんかね。僕なんかよりもちょっと上の世代の人たちとかね、よく振るんですよ。で、これなんでかっていうとね、昔はまあまずかったって言ったんですけど、もう下の方にね、沈殿物がね、溜まってて、それを振らないとね、溶けなかったぐらいね、ちょっとまあ未完成っていうかね、そういうお酒だったみたいで、だからそれの名残で振ったりとかする人もいるぐらいなんですけど、そういうのがなくなったってことでね、ザンシロっていうのがね、すごい、まあ、その時も当時からね、すごい人気になった、お酒らしいですよ。うん。まあ、ぜひね、飲んだことない人はね、飲んでみてください。すごい飲みやすいです。うん。はい。じゃあ次ですね、久米島の久米線の5年古酒40度ですね。うん。これは、まあ、さっきのね、残波の白、残白とかとちょっと違って、まあ、古酒ですし、ちょっと値段も高いんでね、まあ、贈り物だったりとか、なんかお祝い事に持ってったりとかね、誕生日とかに、まあ、ちょっと贈ろうかとかっていう時には、このクースね、古酒の、久米島の久米線っていうのはね、僕も買ったことありますし、飲んだことももちろんもらったこともあるんですけど、そういうお酒ですね。ちょっとまあ、お祝い事とかね、そういう贈り物とかに、買うお酒ですね。で、皆さんあんまり知らない人も多いんであれなんですけど、これ久米島の久米線じゃないですか。で、もう一個久米線っていうのがあるんですよ。これ二つあるんですね、会社が二つって、これ結構バチバチやってるみたいなんですけど、もともとは久米島の久米線がもちろん、まあ、久米島にあった酒造会社さんですごい有名で、まあ、沖縄でも一番の会社
まあ、1、2の会社ですよね。っていうのが、まあ、久米島の久米線なんですけど、それぞれの名前一緒、久米線っていうね、会社があって、これ那覇にあるんですよ。この久米島の久米線、このボトルはね、金のボトルになって、クースなんで金のボトルなんですけど、まあ、有名なのはね、青いラベルの、ものになってる、透明な瓶にね、青いラベルで久米島の久米線って有名なんですけど、それとね、オレンジの、まあ、久米線だけ書かれてるのがあるんでね、これ気をつけてください。久米島の久米線、まあ、両方ともね、まあ、僕は久米島の久米線の方が美味しくて好きですけど、まあ、2つあるんでね、間違いないでくださいね。はい。で、次がね、暖流ですね、30度の上村酒造っていうところですね。うん。まあ、僕はね、わわ一実際知らんかった頃の暖流っていうのはね、ただ、見てみたらね、2016年の、まあ、大きい大会でもね、金賞受賞してるぐらい美味しいお酒で、うるま市の石川にある酒造会社らしいんですけど、上村酒造っていうのはね、聞いたことあるんですけど、暖流っていうお酒はね、聞いたことなくて、あんまりね、居酒屋とかでもね、出てない、あれはすると思うんですけど、まあ、あんまり見たことないなっていう感じでね、うん。でもすごい美味しいみたいです。まあ、今回ね、見つけたんで、飲んでみたいなと思いますね。はい。で、次が多良川のブラウン30ですね。これ多良川。まあ、さっきもありました、琉球王朝と一緒の、酒造会社さんが作ってるんですけど、タラガワですね。ブラウン30度って。まあ大体ね、このブラウンでついてるものをね、僕なんか飲みます。タラガワも飲んだことありますけど、菊のつゆブラウンとかね、タラガワのブラウンとかね、こういう、まあ、角瓶ですよね。これまあ、居酒屋とかでは大体ブラウン頼むんですけど、まあ、本当にね、一般的にうちなんちが飲むようなお酒ですね。30度なんですけどね、美味しいってことでね、今回も賞、ランクインしてますね。はい。で、次がですね、みずほですね。30度、みずほ酒造の、お酒です。これも、まあ、僕なんかもわかりますけども、すごい歴史のあるね、みずほ酒造ってね。まあ、琉球王朝時代にね、酒類メーカー、酒類メーカー 3箇所ですね。3つあったらしいんですけど、それのうちの1つですね。すごい古いお酒、酒造会社で、まあ、有名ですよね。うん、首里城からも見えるんじゃないかな。うん、で、首里にある、那覇にあるんですね。酒造会社ですね。うん、で、まあ、これもね、まあ、飲んだことも30度ですけど、美味しくてね、飲みやすい、お酒になってますね。はい。で、またね、その次もね、水を酒造なんですけど、下の方ですね、この一番また、端にある、エンダーっていうね、お酒ですけど、これはね、僕は初めて知りました。みずほのね、このボトル、さっきあった30度のものは飲んだことあるんですけど、エンダーっていうの初めて聞いてな、こんなのあるわと思ったらね、しかも3年連続受賞してるさね、これはびっくりしたなと思ってね、25度なんですけどね、うん、すごい美味しいらしいんで、これ飲んでみたいなと思いますね。なんかね、おしゃれでね、まあ、みずほとかはね、さっきのものはね、さっきのみずほとかはね、なんか首里っぽい感じで、ちょっと昔っぽい感じですけど、このエンダーはね、かなりおしゃれですし、うん。なんか、今風ですよね。うん。まあ、飲みやすいですし、美味しいんでしょうね。選ばれてるので、うん。僕も飲んでみたいなと思いました、これは。はい。で、次がね、残波の43度の東酒造ですね。まだ東酒造です。これ2年連続受賞してますね。美味しいってことでね、ランクインしてるんですけど、これ、まあ、43度なんでね、今回選ばれた中でも一番高いんですけど、やっぱ美味しいっていうね、評価もらってて、しかも、まあ、これ多分空数じゃないですかね、43度なんでね、古酒って書かれてないんですけど、古酒なのかなっていう感じ、古酒であればね、やっぱ43度って言ったらね、多分ね、飲んでもね、飲みやすいってことは美味しいっていうのがね、飲みやすいイコール美味しいになってると思うので、うん。僕もね、43度これ飲んだことはあります。ありますよ。なんですけど、まあ、ちょっとごめんなさい、空すかどうかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、43度飲んだことあります。やっぱ残白飲んで、好きな方はね、同じ、東酒造さんが作ってるんで、残波43度はおすすめですね。さっきの久米島の久米線とかと一緒で、まあ、贈り物だったりとか、なんかお祝いで渡したりとかね、そういった時にね、結構買われること多いんじゃないですかね。僕多分もらった記憶がありますね、残波。ですね。はい。で、次が、チュラボタルですね。30度の米島酒造が作ってるところで、米島酒造っていうのは、久米島の酒造会社なんですけど、久米島の久米線とね、まあ、地理的には反対側にある、まあ、2つある酒造会社なんですけど、これね、僕が、
まあ、内地の人だったりとか友達とかもそうですけど、あの飲みやすい美味しいお酒ないねって聞かれてね、あの大体おすすめするのはこのチュラホタルの店を。で僕はあの久米島に、まあ、結構知り合いがいるんで行くんですけど、その時にね、まあ、久米島の久米線は飲んだことあるでしょうって、だからあの、ね、地元のねもう一個米島酒造っていうのがあるからこれ飲んでごらんって言ってね、飲ませてもらったらデージ美味しくてね。であのもう一個ね、このチュラボタルと久米島っていうね2つブランド あるんですけど、これ両方とも美味しいです。であんまりね、あの沖縄本島でも置かれてないんですよ。で数がそんなに多分作られてないんでしょうね、うん、久米島ではね結構地元の居酒屋さんとかにも大体あって、あのよく飲まれてるみたいなんですけど、あんまりあの本島では見たことないんですよ。で、まあ、名前の通りね、あのホタルがねあのいるぐらい綺麗な川の水を使ってるよっていうね酒造会社さんで、うん、すごい美味しいんでね、ぜひねここらはあのおすすめしたいなと思って、しかもランクインしてたんでね、デージ嬉しかったです、うん、はい。で次がね、隣が太郎ですね。この25度池間酒造なんですけど、この池間酒造っていうのは宮古です。宮古、まあ、タラガーとかと一緒のところですね。宮古島 あの酒造会社さんなんですけど、太郎ってねなんかね面白い名前じゃないですか。で実はねもう一個ねあってね、僕この太郎は飲んだことないんですけど、もう一個のニコニコ太郎っていうのがあるんですよ。ニコニコ太郎っていうのは飲んだことあるんですよ。これデージ美味しくてね、ニコニコ太郎もぜひ飲んでほしいなと思うんですけど、今回ランクインしたのは太郎でしたね、うん、太郎も美味しいと思いますよ。あの兄弟ブランドみたいなもんだと思うんでね、うん、ニコニコ太郎美味しいって言ったもん太郎美味しいと思います。ぜひねちょっと面白い名前なんであれですけど、池間酒造のねお酒美味しいんでね、ぜひ飲んでみてほしいなと思います、まあ、ちなみにですけど太郎は社長の名前らしいですよ。太郎って名前らしいです。で次が、残波の30度東酒造ですね。またもう最後もうこれ3つランクインしてますね、うん、ですね。でこれが残黒って呼ばれるやつです。あの一番最初のやつが残白じゃないですか。白ボトルなんでね、あの残白25度なんですけど、これ残黒って30度、うん、でまあ大体、まあ、ちょっとしまいをあんまり強くないよっていう人は残白、まあ、普通に飲めるよっていう人は残黒頼むんですね。これ居酒屋とかでも残波頼む人いっぱいいます、うん、もうあの残黒って言ったら、まあ、大体置かれてますし、うん、うちなんちでもまあ大体残黒、まあ、残白、あとあの菊の梅雨久米線、まあ、この辺りですよね。この辺りで居酒屋飲むっていう人たち多いんでね、もう一番有名って言っても過言ではないぐらいの残黒ですね、はい。で次がね最後なんですけれども、松藤ですね。25度崎山酒造ですね、はい。で僕ね、まあ、崎山酒造、まあ、空須のやつは飲んだことなんですけど、25度は飲んだことなくてね、空須のやつもすごい美味しかったです、うん、度数も結構高くてね、味が濃い感じのものだったんですけど、すごい美味しかったんですけど、今回ランクインしたのは25度のやつですね、うん、やっぱり全体的にね見てもね、やっぱ多分、まあ、ちょっと度数も低めで、まあ、飲みやすいっていうのがね美味しいのでランクインしてるなっていうイメージあるんですけど、松藤はね金にある北部ですね、にある酒造会社さんで、すごい古くからありますし、僕酒造そこの会社にも見たことあるんですけど、工場見学まではいかないんですけど見に行ったことあるんですけどね、すごいね老舗のところでね工場見学もできると思うんで、ぜひね店舗にも行ってほしいなと思います、はい。じゃあ今回以上ですね、紹介してきたんですけど、やっぱりまあ結構度数が低くて飲みやすい。で、僕なんかもね、知ってるお酒も入ってるんですけど、全然知らないお酒がね、まさか3年連続とかね、エンダーとかね、入ってるとは思わなかったんでね、ぜひ飲んでみたいなと思いますね。で、まあ皆さんもね、まあ今年はね、ちょっとコロナの影響もあって、沖縄行ってね、青森ね、島飲めないっていう人たちもいっぱいいると思うんでね、ぜひまあこれ多分全部ね、お取り寄せできるので、ご家庭でね、ご自宅でね、沖縄気分味わってもらいたいなと思いますね。島飲みながら。はい。で、まあ、このチャンネルではね、こんな感じで、まあ、うちなんち目線で、まあ、これ多分、まあ、飲んだ人たちもね、まあ、いろんな観光客の人たちもいっぱいいると思うんですけど、まあ、うちなんち目線でね、こんな風にね、本当にまあ、飲んでるのとかね、知ってるものとかね、うちなんちの中で流行ってるものとか、そういったものをね、紹介していったりとかするような、まあ、チャンネルですんで、ぜひ他の動画もね、見てもらって、まあ、一応毎日ね、出せるようにねしてますんで、ぜひいろいろ見てみてくださいね。はい、今回は以上になります。じゃあまた明日。はい。